サポカ使用率ランキングで判明した人気サポカに対するみんなの反応。サポカランキング納得の結果。5位か。スピードがばらけてるか。評価点目当てだからエルとスキルが使われてるのはありそう。むしろ釈迦抜いてる 16% は何編成してるかの方が気になる。半分くらいは因子周回ガチ勢だろうけど。16% はスタハヤヒデじゃね？釈迦ある育成の時はどうしようもないからな。やっぱり釈迦育成はアースがいいのかな？釈迦も随分と出世したもんだ。釈迦ールは実質友人枠だから。実質友人枠を次シナリオでも使える汎用強サポカにしてくれたの助かるから今後も続けてほしい。比較的インフレ緩やかなスタミナだからできただけな気もするけど。これ主張してるのが配課金ならわかるけど無備課金で言ってるなら理屈がわからん。現状片側が剣出すかになったことで、逃げ以外の育成する事前までいるオルフェニシノみたいな汎用強サポカ入れてた枠に、距離客室特化サポカ入れられる配課金が有利になってるんだし。配課金が優位になるのは別に俺の育成が不利になるわけじゃないからね。4ヶ月でほぼ出番なくなるの確定な友人と違って、今後も長いこと使い回せるからってことじゃないかな。特化サポカと友人だとそのシナリオ中における総使用回数も違うし、シナリオ更新時の片側が強特化サポカになるなら、特化サポカのインフレも早まることになるけどそれ結果的に得してんのってなるから、入場券は無備のためにこそ必要だと思うんだけどね。むしろ無備の方がありがたくないか？わざわざ天井したり二次結晶入れて4ヶ月後には使わなくなる友人とつするより、4ヶ月後以降も使えそうなサポカとつする方が精神的にも戦力的にも余裕出る。じゃあ別に友人来ない感じかな？出すかの突入余力最低いなら助かるわ。さすがにお釈迦様は1と繋いとダメよね。得意率的に釈迦は貫突前提やろ。3突釈迦で練習してるが得意率の低さがネックだな。はよ無料10連終わらせて4突にしたい。ステップアップガチャあったのにビブロス使用率そこまで高くないな。みんなスキル回したか。次が中距離だしスキルポイント差はあるからな。今はビブロス持っててもスキル優先して使ってそう。口で言うほど新しいサポカ来たら即乗り換えられるほどやってるやつはいない。L の使用率高いな。社会入れていればプロフェッサー取れるからもう使われないと思ってた。所持率とスキルポイントが大きいのか？スキポ強いのとプロフェッサー被っても釈迦はヒントレベル1だから、L でさらに安くできるしそこら辺は問題ないのでは？単純に今回のシナリオだと L 強いぞ。今回ハイランダーよりの編成になるからどこでも強い L は相性丸か。低めの得意率もカバーできるし。スピードの使用率が、スケル、L、ブラ、ビブロスなのか。人権クラスって形で出てきてるエルブラと、その後すぐに出てきたそれよりちょっと強いビブロスっての見るに、割とわかりやすい惹かれ方してるなってなる。これビブロスは所持よりフレンドで借りられてたのだろうなっていう。無料10連があるタイミングで実装された強サポカは大体貫突だけど、それ以外はそもそも引いてすらいなかったりする自分もまだまだエルにお世話になるわ。賢さの釈迦さんなら貫突してるんだがあかんか。正直なところ釈迦が早手だったら大喜びでスピ2枚目に L 編成してたわ。釈迦以外の選択肢選べばいいのはそれはそう。いやそれでいいのか？早日でもギムレットも編成しない上に金弱い。耐震高いクリス S も編成しない。キラーチューンはうーん。正直まだ西野が生き生きしてることにビビってる。やっぱこのサポカ強えよ。スキルがまあ。だけどさすがに出力が他と違いすぎるわ。パワーは上限1500と伸びしろもあるし。金スキルには目つぶって捨て伸びること優先で採用って認識でいい？自分は正攻法もときめきハートも後方客室には入らないから入れてなかった。後方客室推しだけど西野入れてるわ。どうせ金スキルなんて全部取れないから完全に性能目的だけども、パワー地下像とか差し用の顔してるけど出力が違いすぎてな。というかシャカールをレンタルで済ませてる人が多い今、自前フラワーしかパワー使えないって人が多いんだと思う。結局スキルポイント微妙に足りなくて金スキル取りきれないから、長距離もビブロスじゃなくてスケル打ち切りでいいのではと思い始めた。
打ち切れば他のサポカ完走率も少しは上がるし、そもそものスキルポイント性能がね。L の寿命が長くて普通に笑顔。フラワーの対になる中長剣後ろ用の汎用パワーがあればいいんだが、スタ社カが実質友人扱いだけど、シナリオリンク抜きの性能だとアースに比べて劇的に変わるわけではないのね。シナリオリンクなけりゃ今回のガチャとシナリオはスルーって選択も個人的にはありえたかもしれん。片方が逃げ特化の出すかだからねー。スタ社カは強いけど思ったより単体でインフレしなかったのは確か。リンク効果なかったらシャカールの方が強いけどもアースで妥協してたと思う。金スキルについては早手好転が好きがなさすぎる本当に。シャカールをレンタルで済ませたかったけど、他に借りたいサポカがちょいちょいあって面倒なので結局自前で引くことになりそう。なんだかんだ無料ガチャありのタイミングはちゃんと回す方が強サポカ潤うし。実際次のリーグオブヒーローズで後ろ客室の押し出したいってなったら、パワーは何が最適解になるんだ？差しはチケットかなと思うけど追い込みマジでわからん。スキルに目をつぶって西野が最適解だと思う。パワー菱山とか性能差がひどくてな。アマさん、スキルはあれだけどみんな大好きスキボニだから SP は漏れそう。出力終わってることに目をつむればパワベさんとか、何気にトレ効果20は偉い。パワーギムレットは出るんじゃね今後。他にビワサポとクリス S サポも可能性はある？使用率見る限りスタ1で見ない育成してるのかな。スタ2で育成する人が少ないのはまだし運転期間で様子見が多い。もしくは次のリーグオブヒーローズがエリジョだからスタ1でいいって感じなのか。スタミナサポカはエアシャカ1枚だけで良いと思う。下手っぴの俺でも今回エアシャカ1とスタミナ前インシなしでスタミナ1500超えたから、多分上手いやつなら1枚でカンスト目指せる。スキルポイントを考えたらスピーチ番手はスキルで2番手はいるかな？ビブロス入るところがないな。とにかくこの新シナリオはスキルポイントがカツカツすぎる。そろそろ L しんどい想定でステップアップでビブロス行ったけど、なんか適当な賢さとかのが良かったかもしれんな。でもぶっちゃけ釈迦で金回復ある上シナリオ進化もするし、やっぱり普通に釈迦のが良くねってなるんだよね。普通に無美課金でもプラチナは目指せるので、前回のチャンミとかエルフラワーオルフェ理事長まで大体の人が持っていて、スキルか賢さもどちらかは自前で揃えられる範囲、と結構ハードルが低かった。重課金は根性の味変強枠としてファインを使うことができた。今シナリオでは理事長の枠がシャカールになったとともに他のサポも先鋭化していてきつくなる。まあ無課金勢でも今回 L 使えるのは助かるよな。ビブロスよりブラメンテの方が多いのなんでだろう。言うほどビブロス引いてたユーザーいないんだろ。ハフバでビブロスゼロから貫突できたはずだけどな。それなりにリアルマネー必要だが、無料でゲタ履いたブラメンテの方がビブロスより所持してる人が多いってだけでは？ビブロスは新シナリオ近くて引けなかった人もいただろうし、まあハフバ挟んでるからと釣れる人はと釣っているだろうが、今まで友人を借りてたみたいな人はシャカール借りて特化サポを自前で持つ。今まで友人を自前で持ってた人はシャカール引いて特化サポを借りてくる。なんも変わらんくね？友人枠がシャカールになった途端このやり方ができなくなったわけじゃないのに。というかシンプルにこのシナリオ SP ボナの数の重要性が高いから、SP ボナ少ないビブロス使いたくないのよ。もし捨て上げ性能低い代わりに SP ボナ3持ちとか来たら大喜びで乗り換えるレベル。これなら L から乗り換えられるからめっちゃ欲しいわ。スキルポイント全振りしたスピードで金スキルも汎用性あればなお嬉しい。スキルとビブロス両方編成するとスピ補正ゼロでもめっちゃ溢れるから辛いな。逃げ以外ならスキルのみかスキル L でスキルポイント盛りたい。シナリオギミックがインフレするほどトレ効果だけでやってるサポカの価値って落ちるんだよね。あんまり他の強いパワーサポがないから使ってるけど、西野に SP ボナないの結構弱く感じるもん。追い込み用のスピード2枚目欲しいから、SP ボーナス盛り盛りで君臨とか持った新世代サポカ欲しいな。ビブロスの使用率が低い理由はスキボ1なのが弱いからやね。スピに入れるならトレ性能あんまりいらないからスキボ多いのが優先される。使用率がブラビブなのは、サポ乗り換えてないやつがブラ使い続けてるだけだと思うけど。スキル引かずにビブロスで耐えられると思ってたミンはちょっと苦戦しそうだな。SP ボーナスの重要性と霊力進化が普通に差がつきそう。
結局ビブロスをステップアップと引き換え権で完突したのに使いどころが微妙になってしまった勢はいる。ビブロスはポッケと同じ状況になってるな。最速で引きに行ってれば有用であったが最速で引くのはまずかった代物。ビブロスが出たタイミングでも同じく言われてたな。結局周年や白馬やシンシナリオ実装タイミング以外で出たサポカを引きに行くのはハイリスクだな。息の長さが無料ガチャないところでサポカ引きに行くのは不合くらいだからまあ。育成デッキの自由度高くていいね。その分サポ品は瀕死になるけど、計画性持たずにガチャ回してたのが悪いから文句は言うまい。次回、長距離の前で滝登り切ってまでスキル入れる意味はないからビブロスはまだ使う。ブラはシャアなしで使われてるんだろうけどビブここまで低いのは、引いてなかった人も多いし借りてまで今更使うことはないってことなんやろな。スピード借りるとしてもスキルになるしな。長距離でもスキル盛り性能で総合的に上回るからスキル使うんよな多分。金スキル完走しても SP 足りなくて取れないなら何の意味もないからな。スピードサポカは基本的にスキルか2枚使うとしても追加でいるかな。スキルいらない連呼されてたけど、ビブ持ってなかったから貫突したわ。実際そういう人の方が多かったんじゃね。スピード2番手なんてすぐ肩落ちしそうだったからビブロス無視してスキル貫突したわ。満足してる。俺も完全にこれ。ビブなしエルコン貫突だったからスキル行ってよかったわ。育成スキル来る頃にはもっといいスピサポ来てるかもしれないから。実質評価点育成用のランキングだからこれを鵜呑みにするものでもないしな。あくまで使用率でしかない。どうせスキル本体はスピスキルの金両方自前で持ってそうだし、言うて別により強いスピサポコンでもエルビブにやってけないほどの深刻な格差はないから大丈夫でしょ多分。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。